何があろうともうずっと応援し続けるしね、もう甲斐さんが海外に行って戦うっていうことも私の夢なので応援に行くので現地までね、マジっすか、絶対行く、絶対海外まで来てくれてやばいっす、うん、だからそこまで、はい、だから4連勝しなきゃいけないってすごいことが待ってると思うと、とりあえずあと3連勝ですね、まずは。もう9月19日仕事キャンセルしてるんで、おお行きます。すごいですね。じゃあ絶対次は誰となんだろうな、誰であっても、そうですね、まだ決まってないけど絶対勝ちますね。うわ、またじゃあ宣言してくれた、はい、勝つ姿を見せますんで、まあでもこれ言った通りになったから本当に勝つ姿見せまして、言ってくれて、確かにここで確かに言いました、ね、パスタ食べながら本当に見せてもらったんで一番近いところで、ね、そうかそうかそうか、そうから次も期待ですね。はい。